こんばんは、ミスターマイアミさん。今日はですね、日本が22時43分、45分ぐらいですね。で、多分ね、マイアミの方は、今、お昼ぐらいなのかなと思いますね。昼前ぐらいですかね。そんな感じで動画を撮っております。よろしくお願いします。で、今日はね、2つのことを申し上げようかなと思います。1つはですね、YouTube で再生数を上げたりとか、ファンを獲得しようかなと思って狙うときに、重要なポイントなんですけども、大きなマーケットでやっていくのか、それとも小さなマーケットを狙うのかです。 で小さなマーケットっていうのは確かにね動画のライバルは少ないんですよライバルは少ないんですけどもネタを拾うのが大変なんで、えー、まあ、どちらがねいいかですよねライバルがいないからアクセスが取れると思うのかそれとも やっぱりね、ネタがいっぱい転がってる大きなマーケットで勝負した方がいいのかなってことです。当然ですけど、大きなマーケットってのはネタがいっぱいありますけども、ライバルが多いってことなんで、それなりにきついと思うんですよ。自分に合った方向をね、見つけるのがいいかと思います。えー、例えばね、私の場合なんですけども、小さなマーケットっていうと、そのね、 あの誰もが動画なんて作ってないようなね、えー、そんなものをやってもいいかなと思います一つがあの「ナイトライダー」の動画をあげてますけども「そのナイトライダー」っていう車の、ね、レプリカを持ってる方で YouTube 動画をあげてる方っていうのは少ないわけなんですよ当然これもかかりますからね参入障壁がお金になってくるんですよでも高い車だからってことであの動画が上がるとね貴重なんですよ というのが本来のテレビプログラムがもう更新されてませんから個人のあいたね個人的な動画を見るしかファンの方は方法がないんですよね。まあ、そこに来て購入しました動画ボーンっていくとそれはアクセス集まりやすいよねってことなんですよ。だから小さなマーケットで勝負するっていうのはまあこういうことになってくるんですよね。だから結構ね何かの参入障壁があって自分にしかできないものってことだから強いパワーが発揮できるんですけども逆に言うとですね その小さなマーケットを狙うほどに自分の特徴が少ないと、やっぱりトレンドのものを追うってことになってますんで、流行りのもの。要するに大きなマーケットで行くってことになります。これが今日お伝えする一つ目のポイントですよね。で、二つ目のポイントなんですけども、やっぱりね、自分が、これマイアミさんも言われてますけども、作業になってっちゃダメなんですよ。しょうがなくやるって言っちゃダメなんですよ。あのね、自分の YouTube チャンネルのファンに自分がなってるかってことなんですよ。で、自分でもね、動画作りながら楽しいなとか、いいこと言ってるなとか、 これは誰々さんに向けて言ってることなんだぞみたいなねそんなイメージがね内側からこう湧いてくるようだとものすごく続くと思いますしだから結果的に続くってところもありますし、えー、まあそういうことをやってるとねやっぱファンっていうのはつきやすいわけなんですよ、まあ、例えば私は今この動画撮ってますけども確実に一人は見るなと思いながらこの動画撮ってるんですよ当たり前ですよねこれミスターマイアミさんに向けてるんでマイアミさんは見るじゃないですかで、えー、ここにねちょっとだけ、えー、私のねやらしさが入ってるとすれば マイアミっていうキーワードにとって、マイアミに住んでる方も見るんじゃないかなって可能性もあるわけなんですよ。だから、ミスターマイアミっていうふうなね、このタグをタイトルにつけてるわけなんですよね。それから、カッコでくくったタグの他に、これが本タイトル、見出しなんですけど、ね、こちらの方にもアクセスを呼び込みやすいような、動画をクリックしてもらいやすそうなキーワードを選んで入れてるんですよ。で、YouTube ってのは結局、タイトルとサムネイルだけでほとんど決まります。 まあですので、タイトル、サムネイルを探しながら、人の YouTube チャンネルをね、こうやって見てるといいかなと思います。再生する必要はありません。いいタイトルだな、いいサムネイルだな、っていうふうなことをパターンとして見抜いていけばいいんじゃないかなと思いますよね、えー。そういった形で今日は2つのことをお伝えしました。どのマーケットで勝負するのか、そして自分がその動画のファンになっているのかってことですよね。えー、以上でございます。じゃあまたメッセージよろしくお願いします。